の作品のインスピレーションとか特徴はモチーフとしては結構あの空の雲を結構イメージして描いてたり、インスピレーションを受けたりして、あの結構、まあ、最近は言ってないんですけど、昔はちょっとあの作品作れないなって時はあの海行って空をずっと1時間見てたりなんかしてたんですけど、まあ、最近はなんかそんなにそこまでなんかないんですけど、アーティスト活動を始めるきっかけはもともとはやっぱデザインが好きで、中学校高校はバンドやってたので、そのバンドのジャケットとかを結構ジャケ買いで買ってたので、あ、なんかジャケットかっこよかったらいい音楽だなっていうのがなんか感覚だったの で、それでデザインの仕事をしたいってことでまず学校に行ってデザインので、そこから友達になった DJ の子にイベントのフライヤー頼まれてライブペイントをお願いされて、でそこからライブペイントするきっかけですね。でそれからずっと今、その活動は続けてる。でベースになってるって感じですね、活動の。そうですね、作品作りの中でやっぱ楽しいなって思うのは、考えてるようなものが描けた時は楽しいですね。気持ちいいというか、あ、このラインすげえいいライン描けたとかってなった時はすごい気持ちいいですね。だからそれはコラボレーションも一緒で、やっぱそういう自分の作品がそういうものになるっていうのはすごい嬉しいの で、見ててすごいなんか作品が自分の絵を描いたとまた違う満足感があるので、だから今 CD のジャケットとかあの T シャツのコラボレーションとかパッケージデザインとかは依頼があったら全然やらせてもらう感じで進めてます。ここ海外行き始めて今 5,6 年ぐらいかな、それぐらいなんですけど、最近はその韓国と台湾、マニラ、バンコクが多い。何かそういうみんなで共有できるスペースとかをもし作れたら作りたいなとも思ってて、もうまあ福岡で何人かとかで、そうするともうちょっと海外で仲良くなったアーティストとかを呼んで一緒にエキシビションしたり、そこの中に絵描いたりとか、なんかちょっと違う動きができたらいいなとは、それをちゃんと発表という感じでエキシビションとかショーとかで見せれたらいいなとは思いますね。